間違ったフェミニズムというか、なんかだんだん潰れていっているっていうか、あのこれ自由なわけやろ、その女性の自由を、なんか自分の自由をこうなんか戦うことなのに、それを逆に強要す、なんか自由じゃない、あなたの勃起は私たちを救ってます。生まれはロシア、私は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。キキピロシキーズがキキなの、びっくりした。今何語で喋りかけられてるって、キキなの。キキなの、キキなの、何が起きたの、叩かれてる。めっちゃ外人やん。こないだドラマでそんな演技してたな、あんた。Oh my god。 グラメゾン東京最終回、いやなんかさ、ちょろっとだけやから、 Oh my god って言ったよ、だけ終わり。アリちゃんがいるって、要はパニック。キキだって言ってんのよ。どういうこと、なんでな、また次 AI がなんか叩かれてんねん。叩かれてんの、うん、どういうこと、誰って叩かれてんの。フェミニスト、なんで叩かれてると思う。でもなんで叩かれてんの、うん、アリちゃんが頭悪すぎて、違う、女性のイメージを下げているみたいな。違います。アリちゃんをなんかこう性的な消費の対象として表現をしているって。誰が、ピロシキーズが、そのピロシキーズが動画で性的な対象としてうちのことをなんか商品的な扱いで使って、あのなんかいわゆる性消費、性的消費、それの対象になっているアレちゃん、どうぞ。じゃあってことは、私がこれからなんかその可愛いなと思ってその洋服を買って、ちょっとおっぱいがちょっとなんかまあ多めに見えてるとか、ちょっと肩が出てるっていう洋服はこれから一切今後着てはいけない的な感じで言われてるってこと。そういうこと。そういうことなんだ。なんかまあ多分嫌です。だってなんかなんだろう、なんかあの特に前やなんかさ、アレちゃんがなんか舐めた動画あるやんか、舐めた iTunes カードを送ろうとしたやつとか、なんかそういうのもなんか全部こうアレちゃんが本当にやりたいかどうかわからないけど、そういう圧に負けてなんかいやいややらされてる、いやいややってんの。いやでもそれ多分ほぼうちの企画なんだ。いやいややってるわけではないよな。いやちゃんとめちゃめちゃ楽しんでやらせていただいてます。全然だってな、頼んでないのにめっちゃぶっこんできたのアレちゃんやからな、もともと。なんかね、もう最近のね、これなんか傾向でね、もう俺はちょっとどうなんやろうなって思うねんけど、まあわかるで、子供のなんか裸とかそういうのをさ、こう見せてそういう目線のものとしてコンテンツを配信するのは良くないとか、そう子供のもんとかっていうのはわかるよ。でもさ、もう女性の体をもう性的な消費のコンテンツとして、まあ、見せてはいけないって言ったら、もうどれだけの女性が困るのって話よね、今や働いてる方とか。じゃあもうなんかね、女性でいることがもう性的対象であかんみたいな感じになって、もう全部、ま、もう全部隠して、もう全部アラビックやん、もうそうよ、イランみたいな感じ。あ、美茶子さん言ってたやん、全部全部締めてあかん、締めんとあかん、目だけ出して、もうそのぐらいのレベルでやらんとあかんねんで、もうそれやったら嫌です。てか本来はね、俺思うねんけど、フェミニストって俺はフェミニズムには反対じゃないの、そもそも。ただ本来のフェミニズムってさ、例えばさ、なんか街でさ、ジーンデニムを履いて男っぽい格好をして女の子が歩いてた時に、あんたもっと女らしい格好しなさい、スカート履きなさいよみたいな、そういうことを言われた時に、いや私は好きな服を着るよって、私がなんで女だからって言ってスカートを履かなきゃいけないの、別に私はズボンが楽だからズボンでやっていきたい、これが本来あるフェミニズムの言い分じゃない。俺それにはすごい賛成なんだけど、いやうちもそれはなんか全然、そう、逆になんで、あんたもうスカートなんもう行き過ぎやねん、スカートなんて
履いちゃダメよ、スカート履いたらもう女としてもう扱われるから、もうそんな風に見られる、そんな風にしたかった、はぁーって話じゃない。スカート履きたら女の子もいっぱいおるやん。だっていやっていうか、まず多分今ってさ、なんか自由、誰でも自由があるわけやんか、その着たいものだったりとか、うん、したいものだったりとか、うん、だから私もやっぱり自分のね、頭がついてるわけやから、うん、やりたくなければやりたくないですって言えるし、うん、なんかやってるからには自分でそれで賛成してなんかわけわからんとやってるわけではなくて、なんか普通に楽しくやっている。っていうか私はそれ性的な感じでやってるとは思わない。自分がやってること逆になんで性的消費だと思っちゃったのって感じで、なんでそういう風に見えられてるのかがちょっと分かんない。分かるわ。まあ、あと なんか腹立つポイントとしては、まあ確かにこれでアレちゃんがな、いやいや視聴数稼ぎのために本当は嫌なのになんかチンコチンコ言ったりさ、それでなんかやってるっていうことがあるんだとしたら、それは俺は良くないことやと思うけどさ、分からんやん、それ画面見て。ほんまにそれはアレちゃんが嫌なことなのか、そうなのかっていうのが分からへんのにな。要はもう A とも B とも取れることやのに、なんでわざわざ悪い方に取って叩こうとすんのって。じゃあここで言わせていただきます。お大好きです。いや、そこまで言ったから。そこまでじゃないから。違うの？それはもう、まあでも、俺も大好きです。うちが見るのってなんかテレビとかやってる人で、女の子ですげえなんか汚い仕事じゃないけど、なんか顔が汚れるとか、なんか泥に浸かるとか、なんかそういう仕事バーってなった時に、わかわいそう、なんかテレビ局の人にやらされてなんかかわいそうっていうコメント結構見んねん、うん、こんなキャラじゃないのになとか、いやいやテレビやらないから、それ嫌だったら絶対に無理やりテレビでその強要するっていうこと絶対にないから、余計なお世話やんな、そんな余計なお世話です。逆になんか悲しくなったりするよね、チームが、うん、例えばこういうことをやりたいです、例えば本人が言ってみて、で周りも、あ大丈夫本当にいいのかってやった上でこう作ってる動画を、かわいそう周りのチームが悪くてとか言われると、そうそう、なんか本人もいやでも私自分でやりたかったしと思いながらも、うん、周りのスタッフもいやそんなつもりじゃないんですけどって思ってる人もいるわけやから、ちょっとね、プラスに捉える練習した方が多分幸せになれるでって思うよな、全部何事も。なんかわざわざそんなもうなんか自分から喧嘩に行くみたいなことせんでもさ、いや普通さ、ね、なんかどうでもいいこととか関係ないことってさ、なんか大体なんか突っ込んでいかないや、例えば説明しても、うん、ここにさうんこが落ちてるとするやんか、うんうんこが落ちてます。普通のさ、うん、普通の人間の反応はそれをまたぐとか、なんかそのまたいでなんか去っていくっていうことなのに、それを踏みつけて、カーってやって、でこう手に持って、臭いって言ってんのと一緒やねんな、それ。いやほんまに普通の人って臭い、臭い。今そういう状態だもんな。そんなことしてんの。いやほんまにそれそで、フェミニズムの方は、俺別にフェミニズムを叩いてるわけじゃないってことをちょっと理解してほしいね。間違ったフェミニズムというか、まあそれも間違ったって何から間違ったかっていうのは人によって違うんやろうけどさ、でもなんか押し付けんといてほしいよなって思う、うん、本来あるべきあったのとちょっともう変わってきてるというか、もうそのせいでコンテンツもどんどん作れんくなってきてるやろ、映画とかもなんか、あもうビクシーとかもさ、ビクトリアシークレット、ビクトリアシークレットの下着も、うん、あんなんもなんかすごい楽しみにしていたし、なんか私将来正直って夢見て、うん、あんなん出るからいいなと思ってた、うん、一人のなんかファンとしてのなんか夢が奪われた感じ、それもなんかその変わったん、いやもう下着を着ていることがなんかもうフェミニズムとしてあんまり良くない、なんか性的な感じで見られるとか、なんかそういう問題になって、こうなんかだんだん潰れていっているっていうか、うん、これ自由なわけやろ、その女性の自由を、なんか自分の自由をこうなんか戦うことなのに、それを逆に強要す、なんか自由じゃない、その反対に行こうとするがゆえにこっちしかできんようになってるっていうのが自由じゃないのよね、
今の感じだと見るとなんかもう平等にしようとしてるっていうよりも女性がっていう感じになってる気がする。なんか片方だけを見ちゃってるのよね、うん、だから片方一つ女性の地位をこう上げるっていう風になったら、あのてか女性の地位を上げるのは当然これ大事なこと、俺は大事なことやと思ってんねんけど、うん、そうなったらおそらく今まで得してた何かが損することになるんやなっていう覚悟の上で言わんとあかんし、その分男性が補ってたところでどうバランス取り合うかとかそういうとこまでちょっと考えて話すべきやなって思うねん。なんかな、その一方の一つだけのその部分を見てうわ言ってやった正論言ってやったって思ってることが俺腹立つんやな、うん、視野狭い、もっと広げてもっと大きく見て、それと反対側もあることを考えて、なんかあのなんか要するに普通にどちらにもなんかプラスになるようなことのはずが、そのフェミニストっていうのはなんかその両方ともねいい感じの気分になれることのはずが、なんかこうなんか男性になんか不利だったりとか、なんか女性だけになんかねあの、うん、いいことだって、なんて言ったらいいんだろう、こうバランスが取れてないよね、うん、なんか両方ともなんかいい感じで考えようっていう感じじゃない。ピロシキーズどうなんやろ、アレちゃんはやりたい、性的消費はされたい、性的消費っていうか私性的消費だと思ってないからね、もうまずそのまずその問題はそこからよね。でもカメラの向こうでなんかこう、うんシコシコしてる方、あどうぞ、それは不快じゃないんだ、どうぞ、だってそんなん私嬉しいよ、俺も嬉しい、俺のこともみんな性的消費してぶっかけてやめろそれやめろやーやでいやほんまでもあの嬉しいこと、俺は嬉しい、なんかそうやって俺のことを好きでいてくれるっていうのが、俺せっかく最近な俺いろいろ顔にコンプレックスあったけどさ、俺最近すごい心の持ちようが良くなったね。あの自信持ってきたのね。自信持ってきたの。だってさ、なんかいろいろな私のことをブサイクだなんだとかっていう方がいてもいたとしてもよ、私を見て世の中で勃起をしてくれる人が一人でも二人でもいたらさ、もういいやって思えるようになってきたね。勃起してくれてんねんもん。ありがとうございます。あなたのね、あなたの勃起は私たちを救ってます。あなたの勃起は私たちを救ってます。すいません、本当にいつもいつもいつも勃起をしていただいて本当にありがとうございます。ということで今回も動画見ていただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタン忘れずに、通知もあんねん、通知それもお願いしますね、今後もよろしくお願いします。やめろ